はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長のルイです。さあ、本日なんですが、皆さんは現世と冥界の逆転というカードをご存知でしょうか。本日はこのカードを使っていきたいと思っておりまして、これどういうカードかというとですね、まぁ、ちょっとね、エラッタ入って、昔はもうなんか頭おかしい、頭がぶっ壊れカードだったんですけど、エラッタ入りまして、お互いの墓地のカードがそれぞれ15枚以上の場合っていう条件がついて、1000ライフポイント払うと発動できるよっていう効果があったんですね。で、お互いのプレイヤーはそれぞれ自身のデッキと墓地のカードを全部入れ替えて、その後デッキをシャッフルすると。要は、墓地とデッキ入れ替え。墓地のカードがデッキなり、デッキのカードが墓地に送られるという効果になってるんですよ。はい。で、このカードを今日は使って、相手のデッキを破壊していくというね、できます。もともとちなみに石突きに行くっていうのが、この幻冥を一応サポートしてくれる、誰もなんか注目しないかもしれないけど、幻冥をサポートしてくれるカードとして登場したんですね。ムドラとか、ケルドーとかが、もう普通に汎用カードすぎて、墓地メタ汎用カードすぎるんで、なんか、誰もこの話しないかもしれないですけど、一応よく読んでみると、その、現世と冥界の逆転がなんか、存在してればうんたらとかね、書いてあるんですよね。はい。だから、今日はこれを発動して、勝っていく、そういう、デッキを組んできました。ちなみにデッキ破壊をしていくプラスデッキからカードを相手の墓地に叩き落とす必要がありますので、石突きメック以外にも昨日の動画だとね、ネクロフェイス使ったんですが、今回はルーンを使っていこうかなと思ってまして、普通に不快じゃないこれデッキの見た目、石図とルーン入ってるから、なんか不快かける不快みたいな激ウザコンボ。はい。なんか嫌われ、遊戯王で言う嫌ってる人めっちゃ多い組み合わせみたいなとかありますよね。これ。僕使われるのは嫌いなんですよ、僕。ルーンとかマジでゴミデッキだと思ってるから、使われるのめちゃくちゃ嫌いなんですけど、自分が使うのめっちゃ好きなんですよね。ルーンとかマジクソゴミカスデッキだと思ってるんですけど、自分が使うのめちゃくちゃ好きなんですよね、そういうデッキ。はい。というわけで、今日は使う側に回っていく、そういうスタイルでいこうと、思っております。回し方なんですが、名推理とか、モンスターゲート、こういうカードを使って、墓地を増やす、または、ケルドムドラーの効果で、アギド、ケルベクを、墓地に送って、この効果で墓地を増やしていくと。そうすると、ルーン魔法が溜まると、いうことで、泉でドローをしながらコンボパーツをかき集めていくということです。もし万が一そのデッキが全部破壊できなかったとしても、幻冥で、発動できなかったとしてもね、普通にそのルーンの魔法でゲームからデッキを除外できるし、普通にそのムドラケルドの効果によって相手のデッキを墓地に送れるから、割と強いかなと。で、さらに、ここに墓守の罠っていうのがあるんだけど、これ現世と冥界の逆転が存在してるとガチで強くて、自分の墓地に幻冥が存在してると相手は墓地のカードの効果発動できないし、墓地のモンスターを特殊ができないってガチでやばいこと書いてあるんですよ。この、ね、一番の制約を、うまいこと使ってロックしていく感じですね。墓地メッであり、デッキ破壊でもあると。これさすがにね、回ったらね、マジ誰も止められないから強い。ただね、1個難点があって、回し方めっちゃむずいんですよ。あと、タイムが足りません。タイムレスコンボっていう可能性はある。ちょっとそこだけ気をつけてほしい。はい、早速やっていきましょう。これちなみにこのデッキ、先行デッキ破壊できます。はい、1戦目でやってるんで、よかったら見てください。デュエル、スタンバイ。よし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 、ハンドはまあ悪くない、ハンドは悪くはない、行くぜ。どっちでもらいたくないかと言われると、名刺あんま当たんないから、モンスター割と多いから、こっちに裏打ってもらうしかない。こっちに裏打ってほしい。あー、ないのね。オッケー。レベル2を選択。何やるじゃないか。名幻冥落ちた。何うまい遊戯王が。でも言うて、デクラルティバで引いてるんで普通に特殊召喚していく。多分デビクラケアとかだと思うんですけどね。はい。でデクレラ・ディバイナーのモンスター効果を発動。ケルベクを墓地の送り。そして、ケルベクの効果発動。ケルベクの効果により。はい、カードをセッティングしていく。ちょっとあれだな。一回、墓守の罠をデッキに戻さねえといいねな。ジャネット、ムドラ引いたときにあれだな。ムドラ2枚落ちたのやば。これ戻さないといけないな。ちょっと一回、ドロー加速してますが、ルーンの泉発動。で、ルーンの穂先を発動。一旦であれだな、ドローを加速してさ、これ圧縮してからの方がいいよ、多分ね。
で、まあこの辺のカード戻します。でちなみにこのデッキリソース管理バリムズイです割とルーマホいっぱい来てくるんだろう、ありがたいな。ちょっとフドラでさ、あの墓守の罠をね戻しておかないといけないから、でムドラも引きたいんですよね。ムドラを引きたいので、まあ、1回これで戻します。で墓守の罠を、引く前にムドラ引けばいいから、まあ、ムドラ1枚戻したら多分ムドラ引けるから、墓守の罠をですね置きたいんですよ、表側で。とにかくそれがめちゃくちゃ強いんで、墓地リスのメタになるんでね。一回レベル2出すでしょ。で、ウフギン出していく。で、フギンの効果発動を、これ多分売らないんで、これチェーンこれでいいですね。で、泉効果発動を、で、3枚戻す。で、カオスルーラーでさらに墓地肥やせるんで、ルーラーして、で3枚ドローで、これっけ、ムドラ引いてほしいな。あー、いい気にないか。ムドラが欲しいんだよな、ムドラが、とにかく。墓守の罠を置かないとね、話になんですけど、とりあえず。で、ケルベック落とすでしょ。で、特殊召喚するでしょ。で、デッキから手札に加えるカードをムドラにするでしょ。で、ムドラ効果発動するでしょ。で、ケルドを落としてムドラ特殊。で、これでさっき戻した墓守の罠置く。オッケー、これで地味揃った。あとは、ここでルーラーして、あれですね、相手の墓地を肥やさせないといけないんで、でルーラーでしょ。あとアギドとかいいんだな。アギドと幻明、アギド幻明、はい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 、まあ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 、まあ、悪くない。もう一回遊べるドンするしかねえな。泉発動してもう一回遊べるドンを押しなきゃいけない。アギドまだ2体いるから、1体出てもいい。ちょっと1回レベル4にしよう。レベル4にしよう。ここレベル4にしよう。はい。アゲト出てきた。オッケー。で、これでデッキの中ゴミ掃除できたな、多分。で、レベル4、2体で、オーバーレイネットワーク構築、デュガレス、出す。結構ギルだな。これ2枚ドローで、2枚ドローで、あ、危ねえ。よかった。引けてよかった。危ねえ。ちょっとチェーンするの危ねえ。よかった。いや、今、墓守の罠ってちょっとアギド持ってきて捨てようと思ってたんですけど、ちょっと普通に忘れました。ちょ、危なかった、今。引けなかったら。危ねえ。いや、このデッキ、手順が多すぎなんだよ、マジで。で、相手の墓地壊すでしょ？これで、ですね、15枚になりましたね。15枚になりました。相手の墓地15枚になった。で、俺も15枚以上になる。で、これで幻明の発動条件整ってるんで、あとは、黄金の種族引けてる。これはね、全部コンボパーツ揃ってると思う。で、泉発動でしょ。まあ、一応ドローするわ。一応ドローだけ加速しよう。で、まどろみのルーン。まどろみのルーンの効果により、エクストラデッキにモンスターを特殊召喚。で、ゲイリを特殊召喚し、そして、ゲイリの効果も発動できるので、ゲイリの効果は上位と後ろにして、3枚ドローしながら、まあ、相手も一体このデッキ何したいのか分かんないだろうな。現世と冥界の逆転したいんですよ現世と冥界の逆転をしたいです、僕は。はい。相手の墓地と相手のデッキを入れ替えたいんですよ。これがしたすぎて、このクソみてえな、このクソ手順を踏んでます。やばい、残り60秒。このデッキマジでさ、時間ねえんだ、時間ねえんだ、これ本当に。セットこれでですね、準備整ってるの、これ間違いない。チェーン順間違いなければ大丈夫。48秒、やばいやばい。ちょっと時間ない。77秒、OK。ナイス。で、墓場のまだチェーンで、なんか適当に言って、これで、デッキトップ、あなたこれですよって言って、で、ここチェーン1。で、チェーン2、黄金の雫だ。チェーン2、黄金の雫。これ。で、1枚ドローして4枚除外するような効果。で、さらに、現世と冥界の逆転をチェーン3で発動。で、さらに、ムドラの効果発動。チェーン4。チェーン鬼。
チェーン鬼ムズなんですよ、これ。これ順番、この順番にしないとちょっと無理なんですけど、これで5枚、墓地のカードデッキに戻すでしょ。で、そうすると、戻ったカードが全部墓地行くんですよ。現世と冥界の逆転してるんでね。今、相手の墓地のカードをデッキに戻して、それをもう一回墓地に叩き落とすっていう謎の動きしてます。はい。で、まあ、これは、なんでもいいんだ。5枚、やばい、ちょっと時間ない、時間ない、時間ない。残り30秒、やばい。で、戻します。そうすると何が起きるかというと、チェーン後のケルドーの効果によって、墓地のカードがデッキに戻る。で、ムドラ効果、デッキ戻る。で、幻明効果で、逆転する。で、墓守の罠でドローができない。じゃあ、泉子がドキングか。で、俺はドローできるけど、お前はカードをドローできない。お前はカードをドローできないため、ドローできないプレイヤーは、そう、敗北するのである。これが、現世と冥界の逆転、先行デッキ上がりワンキル。手順多すぎやっと決まったわ、このムーブ。このデッキ、タイムアウトするんだけど、マジで。やれること多いし、手順めっちゃあるからタイムアウトするわ。相手になんか G 行為を見せつけてる感じするね。まあ一旦、フギン出して、うらら踏んでもらうか。で、フギン特殊召喚で、まあ一応ルーン魔法引けてるんで、そんなに、困りはしないですね。黄金の雫もあるので、破壊送って、で、いいですよ。うららとか、エフェクトベーラーとか、無限ホイールとか打ってもらって。まあ、付近、あ、オッケーオッケー。で、これでうらら、ぶちかまされて、で、泉が一応引けてるので、まあ、引けてるときはね、この動きして、普通に引きに行けばいいっていう話だからね。で、ディバイナー召喚成功時効果発動する。で、蹴るべくを落とす。で、蹴るべく効果。で、墓地肥やす。OK。で、とりあえず、一旦、泉張るか。で、ルーン魔法あるね。まあ、一応、ドローしに、先に行くか。黄金の雫のルーン発動。ちょ、ドローしていいよ。で、自分の墓地のルーン魔法を戻しながらドローするという効果。まあ、うららも打ってるからね。まあ、もう言うて、これを、まあ、無効にできるようなカードと、うさぎも意味ないから、結局、付近がいるから。だから大丈夫なんで、この盤面作れば意外とね、多分なんとかなります。OK。あと、うさぎケア、結構入ってるからさ、うさぎケアするためにね、付近は結構ね、出したり、出す状況にしたり、置いとくことはした方がいい。で、ディバイナーと付近で、美しいムーブね、これ。で、カオスルーラー。今、ケルベク落ちてるから、5枚か。5枚。6枚か。あ、6枚めんどくさいな。6枚めんどくさいな。ちょっと1枚下ろさないといけないな。いや、まあ、でも先行相手にこだわんなければいいか。で、これで、ですね。なるほど。美しいムーブ見せに行くか。輝く炎のルーン効果で、エクストラデッキに、から、ゲーリ出す。で、ゲーリとカオスルーラーで、ビーストアイズペンデュラムドラゴン出す。で、自分の墓地のカオスルーラー蘇生する。光属性と闇属性除外して、で、これでレベル82体になるんで、で、ここで 88X です。で、ジ・アンデッド・ヴァンパイア OK?で、ジ・アンデッド・ヴァンパイア効果発動。ジ・アンデッド・ヴァンパイアの効果によって、お互いのデッキトップを4枚ほど、増やさせてもらうぜ。これで波数でも大丈夫だ。そして、モンスターを特殊召喚。特殊召喚。アギド、あ、なるほど。アギド落ちてんのか。いいね。はい。で、アギド特殊召喚成、あ、違う、これ、こっちは墓地の効果。これ、墓地の効果。で、あと、5枚送る。でも、15枚になってるから、これ自分のデッキ墓地を送ればいい。よし。幻明落ちた。なるほど。あとは、幻明セッティングしに行かなきゃいけないな。ですね。これ一回、穂先効果発動するでしょう。これ何持ってくればいいんだろうな。まだ使ってねえやつなんだっけ。
伊手つくとか使ってねえか。伊手つくとか使ってねえな。なんかルーンってさ、あの展開長いのもウザポイントではあるよね。展開が長えっていうのも割とウザポイントではある気がする。で、ゲーリ効果発動、ゲーリ効果で、泉回収、はい。で、レベル42体でオーバーレイネットワーキングを構築、デュガレス出す、はい。で、2枚ドローして、これでさ、ルーマホ引かんとあかんのよな、俺。あー、オッケーオッケー、来た来た来た。ムドラ1枚で、すでにいいな、これな。ムドラすでにいい。ほんで、泉爆誕させて、で、自分の墓地のムドラ効果発動、ちょっと墓守の罠戻しますね。墓守の罠を戻しまして、これで一応あれか、幻明セットし直す確率上がってんだろ、多分。で、これで、ですね、解除発動しましょう。で、解除を発動して、エクストラデッキにモンスター出す。やばい、時間なさすぎる。やばい、やばい、やばい、残り3チームあって。まずい、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 まずい。いや、これで、これで、私、こうなんだよな。3枚戻す。で、ぷっ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 、あー、聞いてしまった。まあ、しょうがない。聞いてしまったらしょうがない。で、ゾルが捨てる。で、特殊。で、セット。いや、ちょっと微妙だったな、なんか回し方、多分これ。残り9秒です。はい、で、一応30秒回復して40秒です。やばいですね。残り40秒になってしまいました。ちょっとさ、回し方下手くそやった気がするが、まあ、一応、墓守の罠を発動して、これで一応、墓地メーターができます。はい、自分の墓地に、現世と冥界の逆転が存在する場合、相手は、墓守の罠の効果によって墓地のモンスターを特殊召喚できないし、墓地のモンスターの効果を発動することはできません。ただし私は時間がありません。まあ一応ちょっと穂先だけをも、やばいやばい、時間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 しよう。残り30秒しかないぞ。残り30秒しかない。このデッキフリーチェーンが多すぎなんだよ。フリーチェーンがあまりにも多すぎる。輝くだな。で、泉効果一応発動しよう。泉効果発動して3枚ドローだけはしよう。はい、サブトラね。あ、イブレイス除外できた。神。パラレルシード。なるほど。これサーキュラか？オッケーオッケー、いいだろ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 。それはいい。おい、急げ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 、やばい。あ、時間ない。やっべ。ふっ、ふっ。裏か？いいぞ、裏はもう。ドロー、はいはい、もう順番一致聞いてくんな。あ、オッケー、強い、あ、強い強い、来た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 、いける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 、これはいける。相手の墓地リソースだいぶ削ってあるんで、もうそんなに簡単には動けないでしょうといったところ。残り10枚ね。いや、10枚まではね、あの現世とメーカーの逆転なくても削れるんですよね。迷ってたらね、あの残りデッキ5枚とかできるんですけど。でサブトラ効果いいでしょう。ちなみに墓地からモンスターを特殊召喚できないので、シグマとかは特殊召喚をすることはできません。相手は墓地のカードの効果を発動できないし、墓地のモンスターを特殊召喚できません。最強です。まあ、そのサブトラの打点差ダブは どうでもいい。僕14秒しかないから、あと、うるさい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 、マジでマジでうるさい、マジでちょっとうるさい、黙って。これ、あ、やばい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 。うるさい、うるさいってお前ら一時聞いてくるんじゃない。フリーチェーン多すぎなんだよこのデッキ。ムドラとケルドのチェーンマジでうるさいわ。まあね、あの使わないときはね、カードのチェーンオフにしとけみたいな話あるんですけど、いや使うかもしんないからさ。ダランベルシャン来た。ダラン効果発動するのはどうでもいいわ。はい、でカード回収ね。で、ちなみにこれ超解除打てないんで、相手結構きついと思いますよ。ちなみにあのダランベルシャンの効果で墓地のモンスターを特殊召喚することもできません。墓守の罠があるんで。これね、墓守の幻明を墓地に落とした状態での墓守の罠めちゃくちゃ強いんですよ。でダラン効果発動するのはどうでもいいでしょう。で、リリースして、あ、ちなみにダイヤの効果も発動できません。あの墓守の罠があるんで。
墓守の罠最強っていうことをね、今日はね、見していきたいと思ってるんですが、私の残り時間はあと7秒です。やばいです。いや、うるさいな、お前ら、本当に毎回毎回。やばすぎー。残り3秒しかないの、やっぱもう全部キャンセルしたくない。いや、でも、さすがに、ファイナルシグマ出てきても大丈夫だ。別に。守備用じゃから、全員。いける。さすがにこれも全部握りくだな。ダランビアシャン、OK、OK。もういい、わたたた、OK、OK、OK。もういい、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 大丈夫。投げた、OK。いいよ。あのデッキ、あれだろ、アーゼウス入ってないだろ、さすがに。アーゼウス出せんだっけ、これ。タイバシバシっていうか。で、はい。いいですよ、いいですよ、いいですよ。残り3秒しかないんで、早くしてください。2、2、2やばい、2やばい。あぶれあぶれバカあぶれバカあぶれよ、マジで。で、相手のは、魔法トラップカード破壊する。で、墓穴の指名者効果、いいでしょう。危ない。ちなみに、墓穴の指名者はね、一応、ケアできるんで、ムドラで。墓穴の対象になったカードを戻すことによって、ムドラの効果で、まあ、実質墓穴のを無効にしていくみたいな。あ、ちなみに、増殖する G に打たれた墓穴とかも無効にできます。無効っていうか、ムドラチェーンして増殖する G をできる戻すことによって、ケアできます。はい。だこれでね、ムドラとやっぱ、ケルドとかいうモンスターがあかんっていうことだけ言っていこう。で、デッキ回復。よし。相手どこにデッキ1枚ね。あ、OK。で、泉効果。いや、さすがに勝ったね。あぶねー。危ない。これ、国崩しの称号をゲットできるぞ。で、おら、穂先だ、こら。てめえ、デッキトップ1枚除外しろ。おら、ちゅっ、てい。そして、何もなくなった。あ、じゃあ、毎回切るのうるさ。ちょ、うるせえんだよ。墓守の罠とかいうカード、毎回毎回切りきてうるさいんだけど。これドロー前にさ、なんか文字要求してくるのマジでやめてくんない？なるほど。モンツというゲーム、まあ言うてね、ルーンね、結構ね、魔法カードが割と結構、相手の、妨害盤面を貫いてくれることがあるので、まあここでもそこそこですね。でもまあデッキ、あんまりね、展開されきっちゃうから、まあさすがに先行デッキではある。なんか、あんまりね、なんだろう。まあ、盤面返してデッキをのリソースを削れれば、もう京都、やべ、救いの駆け足、京都ウォーターフロントの最強コンボ爆誕してんじゃん。で、サファイアペガサス OK でしょ。で、サファペガ、で、ペガサス置いていく。なんか、謎デッキ来た。駆け橋、京都ウォーターフロント、これ怪獣入ってる？もしかして。最強じゃん。はい。で、サファイアペガサスを、魔法トラップゾーンに置いて、宝玉の導き。あ、強いね。ルビーか。その動き強いな。で、ルビー特集。で、ルビー効果、サファイア、サファイアか。うわ、くっそ強い。いいでしょう。で、サファイア、サファイア。で、サファイア2枚効果発動して、魔法トラップゾーンにカード置かれていく。いやー、これ、究極攻撃士にレインボーオーバードラゴンとかやばいカード入ってるんですけど、まあ一応こ、あれは凍てつくで、なんか向こうにはできるから、まあ、なんとかなるかなっていうところ。で、輝く炎もあるんで、一応今、モンスター1枚破壊すると、モンスター効果無効にするが一応あるから、うん、まあ結構ね、悪くないとは思う。だ1ミがあればって感じか、あとは。さあ、7つの宝玉が揃っていくか。はい。で、アメジストキャットも出てくれ。やるやんけ。で、4体、ウーサンかこれ。あっち行け、スカルテッドか。オッケー。で、スカルテッド4枚ドロー、3枚戻し。の効果も発動できるやつ強えな。ちょ、動き強えんだよな、マジで。宝玉銃って、ものすごい展開、まあちょっと純正宝玉銃、ちょっと今度動画にしますけど、動きはね、相当強いんですよね。はい。展開通ればね。かなり強力な展開力を持っていますが、宝玉心覚醒。なるほど。レインボー、究極宝玉心を見せながら、駆け足、持ってこれるみたいなカードですね。で、究極宝玉心、レインボー、ドラゴン見せながら、オーバーザレインボーを持っていることができる。ちなみにこの効果で。あと、虹の架け橋、宝玉魔法トラップカード持ってこれる。まだ撃ってなかったっけ？撃ってねえのか、強えな。で、虹の架け橋効果。あー、奇跡はやばい。これは宝玉銃カードを、コストにしてカウンターするカードですね。なんでもカウンターです。バカ強いんですよね、あれ。あ
れバカ強なんですよね。なんでも無効なんでね。やばいやつ来た。ちょ待っ、それはやばい。先行ガメラはやばい。え、アナコンダラと、おいヨハン、お前なんかやばいことしようとしてないか。おいヨハン、それはなんかちょっと違うぞ。究極宝玉神レインボードラゴンどこ行った。おいヨハン、おいエドフェニックスからカード借りてきてんじゃねえぞお前。クソつえんだよこれ、やばい、さすがにやばい。待ってこれ、今盤面的にはガムシエル君の何でも無効入ってて、何でも無効入ってて、デスフェニーで破壊する効果入ってて、ちょっとやばいやばいやばい、さすがにガムシエル君はやばい、ガメラガチでやばい。ちょっと待って、一回無効 でこれにも無効飛ばせるでしょ。ガメラ君は怪獣カウンターを2個取り除くと何でもカードの効果を無効に除外するという効果を持っていますが、これで全部使わせた。でちょっと輝く炎のルーンが発動して、あのガメラとかいうモンスターちょっとどっかこれ、あ、ちょっと耐えちゃいません、あのガメラで輝く炎で、はあ、でもこれですよね。いややばい、無理かもしれん。いやさすがに、いやさすがにやばいだろこのデッキ。でまたカウンター乗るでしょこれ、やばいわ、やばい、ガチでやばい。ちょっとさ、ヨハンくん、ヨハンくん、それはやりすぎだよ。これちゃんと7種類揃ってる説あるよこれ、もしかしてちゃんと出んの草。いやでもヨハンくん、それ隣にさ、隣にいるモンスターだから俺ちょっと違う気がするんだけど、ヨハンくん、ヨハンくん、ちょっと勝利をリスペクトしすぎてなんか自分を見失ってる説ないこれ。